はい、秋葉です。12月にもう入りまして、だいぶ寒くなってきましたね。で、まだこの辺は、まあ、氷点下までは冷えてないですけども、まあ、12月、1月となってくると、まあ、朝晩は結構冷えると思います。で、私はね、もともと北関東の方に住んでたんで、で、まあ、冬でもね、バイクで通勤してました。北関東というか、栃木の方ですね。だとね、1月とか2月ぐらいはね、朝だとマイナス4、5度っていうのは割とあるんですね。それでも結構バイクで行ってたんで、ただこういうね、スクータータイプにしてからは、割とそんなに厚着しなくてもね、そんな寒くないんですよ。で、最近だとね、下だと、こういう、カーゴパンツですか。で、裏地の、裏地にフリースがついたやつが結構売っててね、そういうカーゴパンツプラス、その下にもも引きを履いとけば、真冬マイナス仕事でもいけちゃうんですね。ほとんど寒くないですね。でもカーゴパンツ素材によってはね、暴風があんまり良くないんで、ただこれスクータータイプなんで直接風当たらないんでね、安いやつでも結構いけちゃいますね。手の上の方はね、大型スクリーンがついてるんで、もうそんなにシビアじゃなくてもいけちゃうんですけども、さすがにね、マイナス4、5度ぐらいになるときには、ダウンパーカーの上にこういうライディング用の、ジャケットを着てますね。あれ本当にね、ダウンパーカーは安手のやつでもいいんだけども、その上にさらにこれ重ね着しちゃうとね、最強ですね。で、今はこれグリップヒーターもついてるんで、グリップヒータープラスこういう、ナックルガードですか、それがあるとね、そんなにモコモコの手袋とかねもういらないし、以前はここにかぶせる、あれなんて言うんでしたっけ、ハンドガードっていうか、あれやってたんですけども、グリップヒーターとナックルガードがあればね、そこまでそれやんなくても結構いけちゃいますね。だから雪さえね積もってなければ、冬でも結構ツーリングもできますね。特にね、こういうスクータータイプだと、昔ね、きっとタイプに乗ってた時に比べて、薄着でも、そんなオーバーパンツとかね、あんまり重装備じゃなくてもいけちゃうんで、非常に楽です。で、幸いこの辺、三重県の北部なんですけども、冬はあんまり、雪も
降らないっていうかね、まあ、こっちも結構氷点下にはなるようなんですけども、まあ、通年で、バイクには乗れそうです。あ、この辺はね、河原が広くて、まあ、ほとんどグランドだとかね、公園になってますね。ちなみに今これ着てる上着はなんかワークマンのやつですね。まあこれあったかくていいんだけども、ちょっとね、現場感が強いんで、まあ、通勤にはね別に構わないんだけども、ツーリングとかだとねちょっとテンション上がらないんですね。だからまあ割とツーリングの時にはね、レザージャケットっていうかね、カバー風のやつを着てることが多いですね。まあ、とはいえ、まあ、下はこのままですね。まあ、最近はね、なんか普通のカジュアルのズボンでも、裏地が、フリースっぽい裏地がついてるのがあったりして、そういうのだと結構いけちゃいますね。ということで、まあ、冬のウェアについて、語ってみました。はい、以上です。